パガン島は、マリアナ諸島にある島。アメリカ合衆国の自治領北マリアナ諸島に属する。サイパン島の北約 320km の北緯18度10分、東経145度46分に位置する。北 63km にアグリハン島、南 50km にアラマガン島がある。パガン島ランドサットによるパガン島の画像面積は、 約48平方キロメートルで北部諸島で最大である。パガンとはスペイン語パガノから派生したチャモロ語で異教、異教徒という意味。二つの火山から構成され、北東部に標高570メートルのパガン山。北東から南西方向が16キロメートル、地境部は細い部分では幅500メートル程度である。火山学ではパガン山を北パガン。 南西方を南パガンと呼ぶこともある。北東部のパガン山は現在も活動的で、最近では1981年に大規模な噴火があり、溶岩を噴出、それ以来断続的に噴火を繰り返しており、1993年にも比較的大きな噴火があった。南西方は1864年の噴火以降、大規模な活動は認められない。 パガン山西方には湖が2つあり、そのうちの一つラグナ湖の北岸には温泉が湧き出していた。2006年12月後から8日に、北パガンからの火山灰や火山ガスの小規模の噴出が人工衛星により確認されたが、被害は報告されていない。平地は野原の部分もあるが、多くの部分はヤシ類、松類などの森林が発達している。 古くから人が暮らしていたため持ち込まれた動植物によって生態系は大きな影響を受けている。ヤギ、豚、牛等の家畜が野生化しており牛が数百頭まで繁殖している。1981年の噴火で住民53人が島から避難。多くが現在も島から離れて暮らしている。2005年6月時点で約20人が 北西部のバンダラ集落一箇所で生活している。定期便はない。サイパン島から船、またはヘリコプターのチャーターのみ。第二次世界大戦で使用された滑走路は1981年の噴火による溶岩流に覆われ、北側の約500メートルを残すだけとなっているが、特に整備はされておらず、荒れた草地となっている。小型の総発固定翼機であれば、 可能受点離着陸が可能である。滑走路脇には、冷戦と総発爆撃機の残骸が残っている。この残骸は、日本本土を襲っていた B-29 を破壊するため、1944年秋に、洋島から飛び立って、サイパン島の米軍基地への空爆を完光した後、パガン島に不時着したものである。 1668年に宣教師サンビトレスが教家のため来る島、その際サントイグナチオと名付けている。1672年にはスペインが統治を目的として住民をグアム島に強制移住させている。その後、チャモロ人は19世紀前半に戻るが、その頃にはカロリン諸島からカナカ人も移住してきていた。第一次世界大戦終了後、ドイツから 日本の委任統治に変わったのを機に、沖縄などから日本人の入植が本格化し、コプラ、メン花等の栽培が盛んに行われた。また、マリアナ諸島外から多数のカナカ人が移住させられ、これらの栽培に従事した。カツオ、マグロ等の漁業も行われていた。1933年の日本の国際連盟だった以後、島は紹介基地としての役割を重視され、 1935年頃から飛行場造成が、1937年頃から海軍基地建設が行われた。1942年当時、日本人413人、カナカ順229人が暮らしていた。1944年6月に約2150名からなる陸軍の混成連隊が、島に配備されるとともに、米軍による空爆が激しくなり、 約2ヶ月で食料困窮状態となった。同12月に潜水艦による物資輸送があったものの終戦まで食料不足が続いた。爆撃による人的被害はほとんどなかったが栄養不良による死者は数百人に及んだ。1945年10月下旬から数度にわたる引き上げが行われた。太平洋戦争後はアメリカの新宅島治領となり、 その後、アメリカの自治領となった。ありがとうございます。